はこのユニット折り紙を作ります。不思議な形のユニット折り紙です。パーツを作ります。黄色線に合わせて折っていきます。
べての折り線をつけ終わりました。形を整えていきます。黄色線は谷折り、緑線は山折りに折ります。同じパーツを30個作ります。糊を使って組み立てます。こんな感じで組み立てます。残りのパーツも30枚組で組み立てます。組み立て方はこちらの動画をご覧ください。概要欄にリンクを貼ってあります。組み立て終わりました。パールで飾り付けします。ボンドでパールを固定します。こんな感じで固定します。他
他も同じようにパールで飾り付けします。飾り付け終わりました。完成です。皆さんもぜひ作ってみてください。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。